すいません、先ほどの圧力庫の話、作業員一時退避として NHK に放送されているようです。状況はわからないです。一旦止める場所がありまして、それを試してから帰るんですが、その止める場所が返すのが足りなかったということで、はい、一旦この後に返す作業を決めたんですが、止めてまた再開しようとしたんですが、はい、止めてる間はあの水が入らないんですから、そうするとまたダムの水が入ってくるので、一時的にですね、さっきの出してないですか、15畳というよりは問題がさ、待機というか、しかしその使える場所違わないように2号機のトレンドでどう、大丈夫、これ伴って1時間落ち着いてる、まあ早くこれでそれぐらいですね、だけど持ってるのあれ、石崎さん、この15条のプレスっていうのは何か決着を見たんですかね。はい、福島事務所からですね、県に話をしてもらって、県の関係部長は了解で、部長クラスから知事に話をしてもらって、知事もしぶしぶ了解と、で9時の関係部長会議については、15条のプレー分は出なかったという報告が来てます。ただ今後はちょっとまだ予断を許さない状況であります。これテレビにこんなのが出ててね、プレスもされてなくて、あんまり喋れなかったっていうのは県としては印象悪いでしょうね。これは相当悪いと思います、ね、はい、県知事のスタンスは県民の安全を守るという観点で情報を出さないのはけしからんと、こういうスタンスですから、まあ後でちょっと辛い立場になることは間違いないですね。まあ今の危機管理体制の中で渋々っていうことぐらいでしょうかね。ポンプで、とりあえず9時の段階ではそういうことで了解をもらったということです。今後はちょっと読めません。はい、以上です。